台湾へのミサイル防衛システム武器売却をアメリカ政府が承認しました。その額、約115億円規模に上り、台湾への原子力潜水艦売却もあるのではないかとの話も出てきている。オーストラリアへの原子力潜水艦輸出が、この噂に拍車をかけている。今回は、台湾へのではなく、ウクライナ軍事侵攻状況を詳しく見ていきます。日本の安全保障問題との関係も出てくるので、世界を見ながら、日本の防衛力をいち早く装備しないと。台湾では、潜水艦建造計画が始まっており、あと数年以内には完成してくるでしょう。台湾海峡では、親潮型潜水艦の対中国を念頭に置くと、脅威となり得ます。今でも、親潮型潜水艦は有効ですね。すごいです。2022年2月20日、中国は、北京で開催されていた冬季オリンピックが閉幕を迎え、国際情勢的には、このタイミングで、ロシアのウクライナ侵攻が起こり得ると予測する時記者たちも多かったが、今のところ事なきを得ている。一時、ロシア側は、ウクライナ国境に配備した自国軍部隊を交代させるとの方向性を示したが、アメリカ側では、この主張を真っ向から否定、むしろ配備部隊は増強されているとして、バイデン政権は対峙姿勢を崩していない。こうした不穏なウクライナ情勢が続く最中、日本の岸田首相も、15日にゼレンスキーウクライナ大統領、16日にジョンソンイギリス首相、そして17日には、プーチンロシア大統領との電話会談を行ったことが、報じられた。日本政府としては、ヨーロッパの主要国が、プーチンロシア大統領との二国間での協議を行っている現状を踏まえ、面子的にも、同様の会談を行うという体裁は確保しておきたかったと見え、内容は、どう、あれその目的は、一応達成したと言える。ウクライナの現状における、日本政府の喫緊の課題は、およそ120名ほどと言われる同国在住の邦人保護の方法だと召されているが、仮に、ロシア軍が武力侵攻を強行し、空港等を占拠した場合には、自衛隊航空機の直接派遣は困難と見られている。そのため、ウクライナ北方のポーランド等の近隣諸国までは、陸路を通って、邦人の避難を進め、そこから、自衛隊の航空機を飛ばして保護するという二段階の方法が現実的だと考えられており、岸田首相も記者会見でその方向を示した。その次に、仮にロシア軍がウクライナへの武力侵攻を強行した場合、日本政府に問われるのは対ロシアへの制裁の中身であり、無論NATO諸国のような軍事的なオプションは考えられないことから、経済的な制裁をいかにするかのという点になろう。かつて、2014年に、ロシアが、クリミアの併合を強行した際には、日本は、ロシアと、直接利害関係のある、北方領土問題での二国間交渉を推進していた経緯から、アメリカやヨーロッパ諸国ほどの、積極的な経済制裁には、当初は動かなかった。この日本の対ロシアへの当時の姿勢は、アメリカをはじめとする西側諸国の要請を受け入れて、後に強化はされたものの、期せずして当時の外務大臣を務めていたのが、現在の岸田首相であり、今や野党議員にその時の対応を揶揄されている。岸田首相自身も、2014年当時と比較して、日本の安全保障をめぐる調整は、アメリカと中国との対立の激化からも、より厳しい事態だとの認識を示しており、同盟国たるアメリカや西側主要国との連携、国際的な協調を図ると述べている。岸田首相のこうした発言からも、日本政府及び与党自民党内に広がっている
大きな懸念は、今回ロシアが再びウクライナに対する軍事行動を起こした場合、軍事力による現状変更がアジア地区にも派生しかねないと考えている点だろう。無論、これは直接的には中国軍による台湾への侵攻であり、これに付随する形で生じかねない尖閣諸島等の日本の南西諸島への同様の軍事侵攻の危険性が従来以上に現実味を帯びてくるのではないかという考えに立脚している。ウクライナは地政学的に見れば日本からははるかに離れた地域の問題ではあるものの、かつての2014年当時のような対ロシアへの緩い対応を行えば、中国がそれを見透かして自身の領土的野心を満たす方向に傾きかねないとの見方だ。中国政府は今回の北京オリンピックに際しても、中国は世界に自国一国のみであるとするスタンスを強調しており、かつての敵である国民党政府が逃げ込んだ台湾を内政問題として併合する考えを明確にしている。日本としては、この中国による台湾併合の動きに連動して、尖閣諸島等への侵攻の可能性がある以上、西側諸国からの支援を仰ぐためには、今回のロシアの動きの抑制策についても、それらの国々と歩調を合わせることを前提としている。中国側からしてみれば、今のロシアの軍事力を背景としたウクライナ問題への対処について、西側各国が結果的に譲歩する姿勢を取るとするならば、同様の行いを台湾島に向けて実施する絶好の機会だと判断しかねない。そうした状況下、アメリカのトランプ前大統領は2月14日、自身が現在でもアメリカの政権を担っていれば、今回のウクライナ危機は生じていないと SNS で発言しているが、多くのマスコミは、この真意を問う動きは見せていないようだ。これは、トランプ前大統領のこの発言が、何ら具体的な根拠を示しておらず、昨年の2021年1月に、政権を去って以降も似たような現政権批判を継続していることから、あえてこれを取り上げて、注目を集める事態をメディア側が避けているようにも見える。トランプ前大統領は、確かに、在職中に、アメリカから台湾への武器輸出を強化した実績があり、F-16 ファイティングファルコン戦闘機の最新型である V 型66機をはじめ、久々にまとまった戦力を与えたという点では、評価に値しよう。ただし、就任前までは、トランプと比較すれば、親中路線が予想されたバイデン政権であるが、台湾への武器輸出の方向性は引き継いでおり、2021年8月に約820億円、そしてこの2022年2月にも約155億円分の承認を行っている。バイデン大統領が台湾に与えた武器輸出の内容は、2021年8月分が M109A6.155mm 自走榴弾砲40両と、その支援車両や砲弾で、2022年2月は地対空ミサイルシステム関連とされているが、総額でも1000億円に満たない点は正直多いとは言いづらい。アメリカでは2021年3月、同国インド太平洋軍で司令官を務めたフィリップ・デイビッドソン海軍大将が上院軍事委員会において2027年までに中国軍が台湾への軍事侵攻を行う可能性があると発言、物議を醸したことがあった。このデイビッドソン海軍大将が2027年までという具体的な年を挙げた理由は、中国の習近平国家主席が3期目の政権を継続した場合、その最終年が2027年にあたり、ここまでに悲願とされる台湾併合を実施するかもしれないとの予測からだった。
デイビッドソン海軍大将の予測は、これに止まらず、もし、仮に、中国が、台湾への軍事侵攻を強行した場合、現状のアメリカのインド太平洋軍の戦力では、その阻止を行えない可能性が高いと、言及したことから、注目を集めたものとなった。デイビッドソン海軍大将は、2021年に、アメリカのインド太平洋軍が保有している戦力は、大型の原子力航空母艦、強襲揚陸艦、航空機などここ20年間で、ほぼ変わらないにもかかわらず、中国軍は、これを凌駕する体制を構築していると指摘した。具体的には、中国海軍は、この間にそれまで保有していなかった航空母艦の、遼寧や、山東を就役させ、同様に、強襲揚陸艦や戦闘機数でも優位に立っており、日本の九州から台湾、フィリピンへと続く第一列島線での主導権を握ったとしている。さらに増強を続ける中国軍は、この第一列島線を越えて、西太平洋までを、その影響下に収めていると、デイビッドソン海軍大将は指摘したが、これは、アメリカ海軍への予算獲得を機とした、政治的な発言で、額面通りに受け取れないとの声も、一部にはあった。